はい、どうもこんにちは、なっちでございます。はい、本日からまたチャレンジダンジョンが始まりまして、レベル9にテンルシ君がいますということで、しかも1階にいるんですね。これはね、貫通しろと言ってると思います。僕は一度きりチャレンジでテンルシが出た頃からね、苦戦してまして、ちょっとあいつで遊んでみようかなと思ったんだけど、やっぱり3時間というね、限られた時間であいつを実験するのはちょっと無理があった。だがしかし今回ね、レベル9の1階ということで、ただ落ち込んがないんですね。なのでちょっと難しいんですが、貫通狙っていきたいと思います。はい、パーティーはこちらですね。先ほどから出ております、こちらで、頑張ります。継承を、説明していきます。まずこちら、ウェルドール一人はもう嫌。こちらパンネロですね。FF コラボガチャのパンネロのスキル、覚醒無効会場に使います。で、続いてこちら、私の命に変えても、これが筋肉マンソルジャーのスキルで、コンボ2コンボ加算します。落ち込んないんでね、これ使わないと最大倍率が出ません。まあ出なくはない、1コンボ加算でも出なくはないけど、まあ、より運ゲーを回避できるのがこの2コンボ加算ですね。そして次がこちら、警戒昇竜神闇光ということで、誰だったかな、名前が出てこない、あの子やべえ、なんだったっけ、なんとかなみたいな名前の子、ちょっと動画を遡ろう。シーナだ、シーナ、なんとかな、合ってましたね。そのシーナのスキル、シーナのスキルでございます。今回こちらのフェンリル・ウィズ君に貫通してもらうので、光のドロップ生成が必要です。で、光を作りつつも二色陣っていうのがアバロン・ドレイクと、今のシーナしかないんじゃないのかなと思ったので、シーナを持ってきました。で、フェンリル・ウィズはスキルのターンが軽いのと神キラーがあるんで、貫通要因プラス炎波要因にもなっております。さあ行きましょう。まず 50% の壁を超えてから、さらに、盤面次第っていうね、なかなか鬼畜なんですけどもね。さあ頑張りましょう。弾け、まずはスキル封印を弾かないと話が始まりません。 OK、 バッジで弾いております。なので 50% ですね。左から使っていきます。覚醒を解除してコンボ加算をして、陣作ってエンハンス。これはどういう盤面だ。さあとりあえずこんな感じで、でも多分光がね、もう1コンボ欲しいんだよね、多分計算したところ。これじゃ貫通できないと思うんだよ。あ、多分このパーティーじゃ勝てないので、ここまであっさりいきましたね。まさかの一発ということで、プラスなしのフェンリルビズでも攻撃潜在5個で、今何コンボしたのかな、多分100倍出て、なおかつ光のコンボ数、光の消す数が、ある程度必要だと思うんですよね。その辺はプラスとかで変わってくると思いますけども、あとはそうですね、別にこいつじゃなくても今度追加される潜在キラーとかを誰かにつけて貫通させてみたりとかね、そんなこともできるかと思います。覚醒無効からのスキル封印を弾かないといけないので、コンテもしくはこのバッジが必要となってくるんではないのかなと思います。はい、ということで、僕もね、意外とあっさり終わってね、今日ずっと学校にいる間ね、このパーティー作ってたんでね、なんかあっさり終わったなって感じでしたね。はい、ということで以上、夏でございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。